こんにちは、トヨチャンネルの宮沢豊孝です。2008年4月に NHK でドキュメンタリー番組を作りました。プロボクサーで、なかなか勝てない選手、負けても負け続けても、それでもジムに通ってリングに上がり続ける選手たちを追っかけたドキュメンタリーです。で、そこでも取材させてもらった佐藤明選手という負け続けたボクサーがいるんですけれども、その方が今こちらでこうジムをやってるっていうことなので、ちょっと早速訪ねて、もう何年ぶりなんだ、20年ぶり、16年ぶりぐらいにお話を聞いてみたいと思います。トヨチャンネル。こんにちは、宮沢です。佐藤さん、お久しぶりです。お久しぶりです。元気でしたか？でもすごいなんか感動してるじゃないですか。いや、もうぼちぼちです。これはどういう経緯で始めたんですか？連敗して、であの後2戦したんですね、はい、で結局勝てなくて、でボクシングは37歳で引退なん でどうしてもボクシングはやめなくてってなって、でもボクシングをやめられなくて、でジムを開いちゃったっていう感じですかね、はい、やっぱボクシングやめられなかったっていうのはこれだけ好きでした。そうですね、やっぱ楽しいっていうのがもうありましたね。でも負け続けてる時は楽しくなかった。楽しくなかった多分自分はやってなかったんで。これだけ魅了するボクシングの魅力っていうのは何ですか？なんですかね、やっぱなんか輝ける場所っていうんですか、なんかスポットライトを浴びる場所とかがなかった、ないじゃないですか普通に生きてると。でそこがボクシングにはあって、まあ普通の人でも頑張ればリングに上がって戦うことができて、そこでスポットライトが浴びることができるっていう、でみんなに応援してもらえるっていう、そこがやっぱり良かったですよね。やっぱ怖いと緊張するとかありますよね。でもそれが楽しかったりしますよね。やっぱあんまり怖いとか緊張するって多分ないですよね、なかなかね。だからそういうのが楽しみに変わっちゃうとやめられなくなるんですよ。あ、普段そういう恐怖とかを体験することはないないけど、そこでね、そういう思いをしてリングに上がって戦えるっていうのは楽しくなってくるとやめられなくなるじゃないですか。非日常。そうですね、非日常の出来事なんで。やめなくちゃいけないっていうのは辛かった。いや、逆に37歳でやめなくちゃいけないっていうのがあったから今があると思ってるんですよ、自分は。多分37歳で引退しなくてよかったら、もしかしたら今もやってたかもしれないです。体ボロボロになります。殴られて痛いとか怖いとかそういうことないですか？ないですね。もうみんなやってる人たちは多分そうだと思うんですけど、やっぱ殴られて痛いとか怖いとかはもう途中からなくなってきて、面白いに変わってきます。あの息子さん、娘さん、はい、あの奥さん、はい、あの試合の時も取材してくれて、応援来てくれてたじゃないですか。はい、あの後なんか声かけられました？いや、また負けちゃったねとか言われました。お子さんたちは？もう同じですね、はい。また負けちゃったねっていう感じ。もうずっとボクシングとかかってますね。そうですね、もうずっと本当にそうですね。15歳ぐらいからボクシング始めて、今50人、まあ多分これから一生ずっとボクシングに関わっていくんで、ちょっとずつ恩返しをしようかなと思ってます。はい、郵便局お勤めだったじゃないですか、はいはい、あの郵便局の仕事辞めるとき奥さんも反対しました。めちゃめちゃ反対しました。だってあのボクシングやってる時も反対しましたから、ね、ずっと。あ、ボクシングに対して、もういつもやめろって言ってました。それはやっぱり見てらんないですよね。そうですね、全部あのわがままばっか聞いてもらってるんで、ありがとうございます。引退するって言った時奥さん何て言いました？もうなんか安心してたんじゃないですか。でも引退するって言ったちょっとしたら
郵便局辞めて会社立ち上げるって言ってね、迷惑ばっかかけてました。でも今あのうまく、そうですね、乗って、そうです、順調ですか。そうです、まあぼちぼちです、もうみんなのおかげです。45です。もう初めてどれぐらい、2ヶ月目です。2ヶ月目、2ヶ月です。あ、楽しいですよ。はい。楽しいです。はい。はい、めちゃくちゃ楽しいです、ね。トレーナーの皆さんとか話が上手で盛り上げてくれるんで。ASC ってどういうの？初めにアキラ佐藤ボクシングっていう感じで名前を付けさせてもらって、そこから知らないうちに遊びながらボクシングする場所だねってみんなが言うようになってから遊びをコンセプトに。っていう感じで変えたんですか。遊びの頭文字みたいな感じですね。そうですね、ASB で遊びで、こういうことが奇跡ですね、これ。そうですね、ここはあくまでも遊び場なんで、大人の遊び場です。はい、もちろん楽しく、安全に、健康にボクシングを楽しんでほしいっていうのが、まあ、一番ですよね。